じゃあやっていきましょうか。とりあえずインクリボンはいらんのかな。で、どうしようかな。これもいらんかな。持っとこうか。一応ね。で、いろいろ取りに行かなあかんもんはありますよね。あ。お、一撃？あ、おいおい、まだかい。よいしょ。やばい、やばい。いやー。あー死ぬ。あー、くそ。おっしゃ。あ、お腹押されてるよね、これ。おっしゃー、持っててよかったね。耐久力結構あるよね。弾がすぐなくなるわ。こっち行ってみようかな。あ、でも取りに行くもん取りに行きたいしね。通らへんやろそれは。まだ取りに行くもんが先や。うい。あ、一発無駄にした今。行こう。鎧が多いね。鎧の鍵が必要なところが結構いっぱいある。あ、こっちちゃうな。こっち多分先ライターあったから、ライターを先取らなダメですよね。レッドハブとかあったような気がする。てかもうライター使う場所が全部一緒とは限らへんからね。で、ここから来てんな。ここにあるはず。あー、そうか、そこは一緒なのね。あ、ってことはさっきんとこも一方通行ってことか。一方通行やね。で、これ取らなあかん。どうせ開けるかなんかすんねやろね、これ。よいしょ。ん？何も書かれてない。紙が貼り付けられている。ん？だけ？組み合わせんの？なんかまあええか、後でなんかわかるかもしれんね。なんか微妙なアイテムが増えてきたな。犬笛スペンサーあるものを隠してくれ言われたって。アイデア、凶暴な犬に守らせてはどうか。いつも通り食堂2階の大食堂2階の西テラスにいる。なるほど。
例のものってなんやろな。君が前に欲しがっていた例のもの。もうなんかの伏線かもしらんね。例のもの。なんか、新しい武器的なのがあるかもしらんし。で、ここにハンドガン、弾あったよね。うわー、っていうかもう、弾が少ないよ。勘弁してほしいわ。あ、ほんで、ライターね。で、さっき、行きかけたところに多分ライター使えるところがあるはず。旧作通りやったら。違うかったら、もうアイテムボックスに入れちゃいます。微妙微妙やな。とりあえずライター使おう。ん？ここやったっけ？あれ？あー、かぶとね。旧作では蛇の2回目があの奥で戦うシーンがあったはず。あー、絶対ここや。絶対ここライターや。で、ライター捨てる感じかな。で、地図手に入るよね。ん？え、ちょっと待って、ちょっと待って。なんて。ラインが赤く浮かび上がってる。地図よね。あれ？地図。地図は？地図やん、これ絶対。ここで地図手に入るはずやで。そうか。これや。絶対これや。ね、はい、ありがとうございます。で、食堂で犬笛を使うんかと思いきや、多分テラスってここよね。食堂の下のとこだから、まだ行かれへんとこよね。はいはい、 OK。 あと剣の鍵どこで開けられるんやろな。それが重要やな。まあいいか。ここなんか取れんじゃん。取られへんか。 OK。ほんなら、とりあえず、回復アイテムを取っとこう。あ、全部いけるやん、効率よく。いいね。できればあんまり新しいとこ行きたくないんですが、もういかんとしゃあないですね。で、多分ライターはしばらくいらんと思うんやけど、どうやろう。どっか使ったっけな。バイオ3はめっちゃ最初でライター使って中盤の終わりぐらいまで使えへんみたいなんで、それでライターいらないんで捨てますかやったんで、捨てますかが出てないってことは多分まだどっか使うとこがあるはず。それかもう捨てますかが今回出えへんか。出えへんかったらちょっとだるい。鍵とかも全部残ってくるってことやからね。これはいらん。どっかまだ取ってないとこなかったかな、回復アイテム。で、犬笛もしかしたら使うかもしらんな。どうなのかな。もう一回地図見てみよう。食堂入って、あそこ剣の鍵やったとして、
あそこ内側から鍵がかかってる。剣で入っ、あそこ剣やったと思うんですよね。多分食堂の上の左上の扉で、すぐ左にもう一発剣があって、どうかな、行ってみようかな、犬笛持って行ってみようかな、一回ね。よし、行ってみましょう。全然回り方が旧作と違うというか、知らん場所が多すぎる。ここの廊下こんな狭くなかったはずですけどね、ちょっと狭くなってる感じ。でここよね、ここ多分反対側から鍵がかかってるとこね。この向こうが多分テラス、地図見る限りテラスっぽかったんで、あそこで犬笛吹けば出てくるはず。で地図通りで行くと、この剣の鍵でここ入れると熱い。よっしゃ来たー、あともう一個、あともう一個のドア入れたらいける。ここお、犬笛いけるやん。おんの、あ、ここか。あれ、ここってこんな作りやったっけ。あー、こんな作りか。ここ旧作通りやけど、こんなドアはなかったはず。ここで犬笛を使えばいいってことね。ここグリーンハーブちゃん、いいね。どういうこと。あ、ご自由にお食べください的なやつ。アイテムとしては持たれへんけどみたいな。っていうかこうボスっぽい感じではないよね。そういうことではないよね。犬笛使うけどさ、ここで あれ、これどうなってる？ああ、そういうことか。そういうことね。弾、犬出てくるまでに、犬出てくるまでに、なんか弾とか欲しい。やるか。やっとこうか。このアングルが戦いやすいかな。出てくんねやろ犬。おおおお、当たってへんやん。あ、やばい、これやばい。ショットガンとか欲しい。これあかんな、やばい、当たれへん。これはあかんやつや、あかんやつや。ちょっと一旦待って。今、あ、出るときに出るのね。
わ、きついな。あそこにもゾンビおるしな。回復アイテム持ってきてよかった。待って待って待って、ちょっと待ってちょっと待ってくれ。シャリンシャリンシャリン言うて、ちょっと待って、犬強い今回、犬むっちゃ強い。あかん、これ死んだんちゃう、死んだんちゃうか、これやばいな、やっやばい、うーん、どうしよっかな。むっちゃ強いわ犬。弾26発、ちょっとミスりすぎや。ちょっと待ってよ、どうすんねんこれ、凶暴すぎだろ。当たれへんし一個も。どうすんのこれ。無理や、これはいかん。どうしよう。ショットガンかな、ショットガン、ショットガンがいるんかな。参った、参っています。あれ、ここ階段ある、あるよね。待ってくれ、待ってください。兜ね、ここ兜、非常にまずい。あ、これで構え直しできるのか。構え直しの方法やっとわかった。あ、ちょっと、どうしようかな。犬マンで使いすぎたからな。10発、ドピンチ、ドピンチですこれ。ここも地図は一緒やな。死んでから数時間、誰死んでんの、誰か、あー、なんかゾンビおんのね、ここ。あいつ起き上がってくんねやろな、多分どっかで。よかった、ここは健在か。血清があるとかやね、ここ。寝て体力回復とかできへんのかな。厳しいなー。あれ？アイテムボックスはほんで。あ、おったおった。おったけど、ちょっと待って。いろいろ、いろいろ調べな、ダメよね。タイプライターやな。アイテムなし？旧作のベッド、こんないいベッドちゃいましたよね。確か。木のベッドがポツンと置かれてるだけで、布団とかもない感じの。さあどうしますか、皆さんどうしますか。ここ、これ早速使うことになりそうやな。
ちょっと気合で行ってみましょうか。気合で、気合で行こう。なんとかなるやろ、多分。弾だいぶ使ったな、さっきの犬2匹で。弾落ちてないの、どっかに。かすかに異臭がする。ここ多分ゾンビ入っててドカーンとかなるパターンかもしれない。ここどんな部屋やったかな。ここは知らんな、覚えてへんわ。アングルやめて。インクリボンか。今は君じゃないな。なんかありそうやね、ここでも。ん？なんかあるぞ。来た。来ました。あ、ここ壊れたショットガンがあったとこかな。前作では。バッテリーパック、また次から次へと。あ、ショットガンは熱いです。ついでございます。でもどうしよっかな。犬いっとく。大事なもの、スペンサーさんが大事にしてるもの。おい、犬か。犬しかないな、これは。よっしゃ、行こう。やったるでー。ん？で、ここが？ここ番号式のやつか、多分。え？いいんですか？犬開けてまえ。とりあえず行くだけ行ってみて、すぐ帰ってきたらいいしね。なるほど、オッケー、つながったね。犬だよな、ほんで。ああー、そこ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 、びっくりした。んで、ショットガンでどつき回す感じで。装備した今ちゃうな、してないよね。え、あ、やっぱり普通に壊れたショットガンやん、これ。もうちょっと犬マンは後回しにします。で、どっから行こうかな。どっから行こうか。ショットガン、ショットガン、壊れたショットガンはでも同じ場所かな。同じ場所やと祈りつつ、バリーおじさんのとこに行きたいと思います。バリーおじさんちゃうか。ここで多分あれ、ちょっと待って、ここ見たかな。チェックしたかもしれないけど、グレネードがあったとこ、旧作では。うー、あー、そうか、鎧か。どうする？これ、壊れたドアノブでエントランスにまで戻ってこれればいいねんけど、行ってみるしかないか。そして犬やな、犬をどうするか。うん、実に悩ましいところ。
違えた前は。おい。犬あんな当たらんかね。でも弾もう犬の文句ばっかり言うてるけど。よし行こう。で多分これ一方通行やから、でゾンビおるやろ。おらおらんわ。あ入れるやん。あれ、あ待って、これ何回か行ったらドア壊れたみたいな。あそれか、戻ってきた時にここ壊れてるかとか、そんなんかな。今はいけんのかもしれないね。ここは多分戻ってきた時に行く。いや違うな、おるやんぬるっと出てきたやん今。もうちょっと待ってちょっと待って、あかん、いやおるし、あかん倒れろやお前。え何何、え、あえどういうこと。あなんかさっき手に入れたの、そういうこと。電源バッテリーやったっけ。はいはいオッケー、キーアイテムじゃなかったのねあれ。次から次へと、でここ行けるけどまだ行かんでいいねんで開いたけど。犬おるんちゃん、ここも前回はおったよ。ここスタミナだけしとこうか。え？あ、いいの出てきた。くそ。どうせここ後で来るから、もう一旦退散。やばいやばいやばい。ワンちゃうわ。よし。いやー。よし。参った。参ったわ。とりあえず。犬嫌いここはあれやね、きっと2階の犬が持ってるやつやね。でここ鎧ね、 OK です。あ、しまった。どっちみちここ犬おるんじゃん。犬いてますよねきっと。この先ここはおらんと思うけど。でここショットガンかな。ショットガンちゃうこれ。え、ライターいる？もしかして。ついな、しかし。あれ？ショットガンない？あるよね。知ってるって。知ってんねんって。で、壊れたショットガンを使う。これで罠が作動しなくなるっていうね。これは旧作と全く同じや。ちょっと今は。それどころじゃないかな。ダガーナイフ、コーション、やばい方のコーションちゃうこれ。もうすぐ一瞬でデンジャーになるパターンの。これ壊れたショットガンかけてなかったら上から天井が降りてくるってやつですね。多分バリー助けてくれへんと思います、なんとなくやけど。
どうしようかな。多分犬おんねんな、この先。犬マン。どうすべきか。悩んでおります。ん？こんなとこあったっけ？ここないぞ。いやー、出てきそうやな。あ、このパターン。それはあかん。そういうのは期待していなかった。いけ、イベント中にやってまえ。よし、いいぞ。え、今さら？あまり手入れはされていないようだ。あ、そうそうそう、そういうのを。これだけ、これだけかな。あー、困った。じゃあ、あのイベント別に いらなくないですかっていう感じやねんけどな。え、ここも入れる？ここは先入ったとこやね。違う。よし。ここなんやったっけな。あ、なんかいらん、ようわからん部屋やったかな、ここ。うわぁ、犬おるな、ここ。おるもん。ええか、いてまおう。もうあかんかったら、やり直し。犬がガッシャン出てくる。来い。来た。でも、全部取って、逃げる。あれ？犬おるけど。までちゃんとあんま見てなかった。これ草枯らすやつやろ。で、これが、あしまった。まだあるやん。失敗やな、これ。まだあるぞ。ですよね、そうなるよね。めっちゃあるやん。うそー。犬来い。来へんのかい、前は。あー、でも次来たらおんねやろうな。多分レッドハーブ取りに行ったら犬が襲ってくるパターン。うそー、取る順番間違えた。さあ、ここです。伝説の場所ですね。こっち側から来るのは、あ、来た、やっぱり。いやー、どうしよう。ショットガンあんま使いたくないなあ、聞くやん。あともう一匹おるもんね。あれ？なんでやろな、ここ。ハンドガン？いやんな。よっしゃ。来た。っていうか、危ねえ。されへんやつか。
ショットガンやったら倒しやすいってことね。マジか。あ、じゃあまあ、まあ、一応もらっとくけどさ。で、あ、ここも剣の鍵か。なんてこった。